個人的にはですね、正直楽天証券と SBI 証券はどちらもおすすめです。証券口座何個でも作っていいですかって質問なんです。証券口座は結論何個でも作って OK。 ただし NISA 口座は、はいどうも、テルゾーカレン塾の積田テルゾーです。本日の動画はですね、 NISA 歴4年のテルゾーが NISA 口座を楽天証券から SBI 証券に乗り換えてみました。ということでですね、本日の動画は楽天証券から SBI 証券への NISA 口座の移管についての動画になります。個人的にはですね、正直楽天証券と SBI 証券はどちらもおすすめです。三浦航基個人としては変える意味ねえなって思ったんですけど、フォロワーさんで結構地銀でやってて手数料めっちゃ高い投資信託です、 SBI とか楽天に変えたいんですけどどうやったらいいんですかねって相談が多くてですね、そこを解決しようと、はいそんな目的でですね、僕自身変えなくてもよかったんですけど、めんどくせえけど人柱になるかドンっていう感じでですね、楽天から SBI に証券口座を変えてみました。ということでね、僕は2024年の1月からは SBI 証券の方で NISA をやることになります。今までに投資をしていたね、楽天証券での NISA っていうのは変わらずに20年間の非課税期間は運用することができます。非課税のままね。なのでそこに関しては僕は置きっぱなしにします。楽天証券で今まで積み立ててきたものは置きっぱなしにしつつ、新規の分は SBI 証券で積み立てをすると、こんな感じでやっていこうかなと考えております。それでは実際のですね、楽天から SBI 証券の移管の手続きっていうのをお話ししていこうかなと思います。まず前提知識としてNISAの金融機関についてお話をします。これはね、 TikTok ライブでお話をしててもよく聞かれる質問なんですけど、証券口座何個でも作っていいんですかって質問なんです。証券口座は結論何個でも作って OK。 ただしNISA口座はどこか1箇所を選ばないといけません。まあそうですよね、新NISA は1年間で360万円の枠があるわけですけども、これを2箇所で作ったら720万になっちゃいますよね。それは困るじゃないですか、国としてもっていうところで、 NISA 口座はどこか1箇所選ばないといけないと。つまり例えば楽天でやってたのに SBI でやりたいってなったら、移行の手続きをしないといけないんですよね。はい、これが前提知識になります。はい、でこの移管の手続きっていうのは、一度年内に投資をしてしまったら途中で変えることは基本的にはできません。その場合はですね、10月から12月の間に手続きをすると、来年の1月からのNISA口座を移管することができます。現状僕がこの動画を撮っているのが2023年の12月ですね。はい、ということはどういうことかっていうと、12月分の積み立ては楽天証券で変わらずに行われます。しかし来年の1月からですね、 SBI 証券に移管ができると、まあこういう感じになってますね。ちなみにNISA口座は持ってるんだけど、積み立てとか投資をしていない、こういう方は1月から9月の間に手続きをすれば別の証券口座に移管することができます。はい、年内に買っちゃってるか買ってないかっていうのが重要なポイントっていうところですね。まあ大体の方はね、可能な限りNISA枠使いながらやっていきたいって思うと思うので、多分10月から12月の間に基本的にはNISA口座移管すると覚えておけばいいんじゃないかなと思います。それでは実際の手続きに移ります。実際の手続き、1つ目、変更先の口座を開設する。はい、これが第一歩目になるかなと思います。例えば SBI 証券でやりたいなら SBI 証券の口座を作っておく、楽天証券でやりたいなら楽天証券の口座を作っておく、これが第一歩目かなと思います。証券口座の作り方に関しては以前ね、別の動画で載っけてますので、そちらの動画を概要欄からご覧ください。ここはちょっと今回の動画でははしょらせていただきます。またですね、このタイミングでおまけ程度にはなるんですけども、もし SBI 証券で NISA をやりたいぜっていう方は三井住友カード、楽天証券で NISA をやりたいぜっていう方は楽天カードですね。ここら辺もまあセットで作っておくのが便利なんじゃないかなとは思います。後ほどね、審査に時間かかったりするとめんどくさいので、クレカ積み立てやりたいぜっていう方はここら辺のね、カードもセットで作っておくことがおすすめです。2つ目、元々の金融機関から勘定廃止通知書を受け取る。こちらはですね、まあ、ブログの方では楽天証券の実際の画面を使ってですね、勘定廃止通知書の受け取り方を投稿したんですが、まあ、これはね、多分銀行とかによって違うと思うので、多分地銀だったら対面でNISA口座を移管したいので、勘定廃止通知書をいただけませんでしょうかと答える。多分引き止めてくるところもあると思うんですけど、まあそこはね、剥がれのメンタルで、はい、やっていくのがいいんじゃないかなと思います。3番、新しくNISAをする証券口座で新しい書類をもらうと。こちらはですね、NISA口座開設に関する書類みたいなのがね、ありますので、そちらをもらうようにしましょう。あ、これね、手元にちょうどあるんですけど、はい、SBI 証券から届いたやつですね。はい、SBI 証券から届いたやつがあります。まあこんな感じでね、新しくNISA SBI でやりたいってなったら、 SBI の方からNISA始めたいっすみたいな感じのをググってもらって、まあそこからですね、書類をもらうっていう感じになります。これはまあ金融機関によって違うと思いますので、そこは自分が始めたいところでやってみるのがいいんじゃないかなと思います。ちなみに SBI 証券の場合はですね、概要欄から実際に僕が使ったここから証券口座のね、新しい取引いろいろしましたってリンクも全部貼ってあるブログがあるので、ぜひ楽天から SBI に変えたいとか、そういった方は僕のブログの方も参考にしてみてください。
4番、その他の書類も準備する。これはですね、証券口座に今までに何の情報を登録してるかとかによっても違うんですけど、基本的にはマイナンバー関連の書類、そして本人確認書類、この2つが必要になります。僕の場合はもともと SBI 証券を使っていてですね、マイナンバー登録をしていたので、今回は本人確認書類の表だけで大丈夫でした。結局ね、マイナンバーカードをコピーしてですね、表を提出するっていう感じになりましたね。はい。そして最後5番ですね、全ての書類を提出すると。まあさっき僕がちらっと見せたね、僕の場合はこの封筒ですね、この封筒に今までに集めようって言った書類たちをですね、全部ガッと集めてポストにドッと入れると。僕は今日この後入れていきますね。はい。そしたらNISA口座開設の申し込みと前のNISAやめますっていうのが同時に OK ってなりますので、実際のNISA移管が完了ということになります。ここまでで自分でやることはおしまいです。そして最後にですね、新しくNISA口座ができたら、新しく作った方ですね、僕の場合 SBI ですね、そこで新規のNISAの注文っていうのをやる必要があります。なので僕はね、この後今ポストに投函をしてきて、まあ多分1週間ぐらいかな、まあまたブログの方でね、日程がどんぐらいか分かったらそこも公開するんですけど、実際に口座を作って注文ができるようになったら、新しくそっちの方でNISAの積み立て注文をしていくと。まあこれが最後にやることになるんじゃないかなと思います。じゃあ最後にですね、まあここまでのまあいろいろな手続きのスケジュール感がどんぐらいかかったのかっていうのをね、お話ししていこうかなと思います。まず時間かかったのは勘定廃止通知書の取り寄せですね。楽天証券で勘定廃止通知書欲しいですっていう手続きをしたのが2023年の11月4日でした。家にその勘定廃止通知書が届いたのは2023年の11月16日でした。つまり12日後ですね。12日後に書類が届いたので、まあちょっとね、早めにやらないとね、大変かもしれないですね。で、SBI 証券の方でNISA始めたいぜっていう書類をですね、取り寄せたのが2023年の11月18日です。で、その書類が届いたのは2023年の11月24日。まあ6日後ですね。なので、多分爆速でやっても遺憾には1ヶ月ぐらいはかかるんじゃないかな。最速で3週間とか2週間ぐらい。多分今新NISAのタイミングで混んでると思うので、まあ1ヶ月ぐらいはかかっちゃうんじゃないかなというのが予想です。はい。で、まあそのちょっとさっきも言ったんですけど、注文がどんぐらいでできるようになるかっていうのは、ちょっとこの後ね、実際に封筒のね、どんな感じっていうのを見せたかったので、封筒を出す前に動画撮ってるんですけど、出してね、後ほど OK になったら、ブログの方を更新しておこうかなと思います。はい。まあそんな感じで、NISA 口座の移管について本日はお話をいたしました。SBI と楽天だったら、わざわざ移管しなくていいんじゃねっていうのが個人的な意見です。楽天も SBI もどっちもメリットがあって、まあ以前ね、比較ブログみたいなのを出したこともあるんですけど、あんまり差はないと思います。はい。対面ってね、やっぱりその、しょうがないんですけど、目の前で優しくね、お話をしてくれている人の、人件費誰が払ってんのとか、その場所代って誰が払ってんのって言ったら、我々の手数料なわけですよね。間接的にね。そう。って考えると、まあどうしても信託報酬の高い商品しか扱っていない対面の銀行とかもありますので、もしね、実際になんかよくわからない勧誘されたままにNISAを始めました、その商品どうなんだろう、見たら、あら信託報酬が高いわねとね手数料が高いわねってなった場合はですね、ぜひこちらの動画を参考にNISA口座の移管っていうのをやってみるといいんじゃないかなと思います。やっぱりネット証券はね、僕は SBI と楽天おすすめですっていうのはいつも言ってるんですけど、手数料安いっす。はい。それはそうですよね。人件費かかんないし、場所代もかかんないしね。なのでぜひね、自分自身でパソコンがどうしても疎いっていう方は対面でもいいんですけど、自力でできる方はネット証券でやっておいた方が勝ちやすくはなると思います。はい。無駄なコスト減らすの大事なのでね。はい。というのが個人的なお話でした。そんなところでね、皆さんからずっとご要望いただいてたNISA口座の移管についてようやくコンテンツを作ることができました。わからないぞっていう部分がありましたらコメントで書いていってください。僕もね 100% 答えられるかって言われるとわかんないんですけど、NISAのことであればおおよそは答えられるかなと思いますので、ぜひ気軽にコメントしていってください。どうしても僕がわかんないことはね、実際に楽天証券とか SBI 証券のコールセンターに聞いてみるのが一番いいと思います。嬉しいですよ。まあ今新NISAでめちゃくちゃコールセンター混んでるんで、平日の午前中とかに電話するのかもしれません。まあそんなところで、本日の動画をね、終わりにしていこうかなと思います。皆さんがね、より手数料の低い口座でNISAできますことをお祈りしております。それでは皆さんご視聴ありがとうございました。お金の不安をゼロに、ヘルゾーでした。このチャンネルではお金や投資について日々発信をしています。この動画がいいなと思ってくれた人はぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。 DM なども全部返しているので、投資のことをもっともっと勉強したいって人はぜひ Instagram をフォローしてくれると嬉しいです。皆さんの貴重なお時間を割いていただき、どうもありがとうございます。 Thank you!